三上作夫5月25日から1996年7月24日は日本の海軍軍人海上自衛官。最後の連合艦隊作戦参謀で戦後は自衛艦隊司令官を務める。最終階級は日本海軍では海軍中佐、海事では海将。妻は今村信次郎海軍中将の娘。広島県足名軍よ。 山村大橋出身。福山中学を経て、海軍兵学校56期を卒業。同期生に、高橋角一、大谷東之助、田辺や八らがいる。三上は、法術学校高等科を修了した、法術専攻士官で、駆逐艦の法術長や、戦艦ひなたの副法長、法術学校教官などを務めた。海軍大学校講師37期を卒業。 中島近隆、岡田佐田とも、藤村義一らが同期である。在校中に海軍少佐に進級し、第一水雷戦隊砲術参謀として、太平洋戦争回戦を迎え、新序湾攻撃などに参戦した。1942年3月、軍令部作戦部員となり、1944年9月、連合艦隊作戦参謀、1945年5月、 海軍総隊参謀と作戦関係の配置を歴任し、ミッドウェー海戦、レーテ沖海戦、点一号作戦等に関与した。戦後は海上自衛隊に入隊し、護衛艦隊司令官、佐世保地方総監、自衛艦隊司令官などを務め、1965年1月に退官した。レーテ沖海戦において第二艦隊司令長官。 栗田武雄からの反転伝に対し、天遊を確信し、全軍突撃せよの伝文を起案したのは、三上である。三上は、同海戦について、戦力がない日本海軍の戦いとしては、相当のところまでよくやった、出来すぎと語っている。戦艦大和をはじめとする、第二艦隊の沖縄特攻作戦決定に際しては、 三謀町の草加龍之介と共に九州に出張中で関与していない。草加が一億特攻の先駆けになっていただきたいと述べ、伊藤誠一司令長官を説得した際に同行している。三上はほとんど成功の賛がない作戦に責任を感じ、同行申し出たが、第二艦隊に拒否された。ありがとうございます。